二人の様子を「伊藤強らに物々しく太りて」これはもちろん大乗大臣の方ですね。「伊藤強羅に物々しく太りて」ってのはどういうんですかね、うん、今の政治家なんかとてもこんな貫禄のあるあれいませんからこう誰を考えたらいいかわかんない、まあ、の昔あの、パイプ加えた吉田さんぐらい多少 がキューラっていうのはさっぱりとしているさっぱりとしていながらしかも滑覆はものものしく太っていてっていうんですよね。なんかあの頃ねチャーチルとかルーズベルトとかいくらかこう漫画にしても それらしくいうのがいましたけれどねもう今あんまり世界の政治家探してもここら辺にふさわしいようなのいませんねいときらにものものしく太りて大将をさっぱりとしていてでもかっ腹がよく太っていてこの大臣ぞこの弟ぞ今盛りの習得とは 見えたまえる。今お盛りの習得ってのは非常に重々しい。得をも感じさせる。威厳のある。様子ですね。今お盛りの。重みのある。 備わった人いうにうにお見えになるそれに対して主の院光源氏の君はやはり大を若々しくってこっちの方がやっぱりこう一つまたすっきりしてるんですねで伊藤若き源氏の君に見えたもやっぱり 全然香りのない若々しい源氏の君というふうにお見えになる。おん屏風余剰周りを取り巡らしている屏風余剰それからうちのおんて書かせたまえるからの綾の薄断。 霊前の帝が帝自身が御手図からおかき遊ばした舶来の綾の薄断薄い子折り目の布ですね 下絵の様など愚かな乱矢はその薄来の綾の薄断に書かれている下絵の様子など愚かであるはずはない結構でないわけはないというふうな言い方ですねそう素晴らしくって結構でないわけはない。 面白き真珠の作り絵などよりも風情のある春秋の季節の様子を描いた絵なんかよりもこのお盆屏風の墨付きの輝く様は目も及ばずその余剰の源氏の周りに置かれている屏風ですね その屏風の墨付きの輝くような素晴らしさは何とも言いようがない「思いなしさえめでたくなんありける」「思いなしさえ」っていうのは帝自らが おかき遊ばしたのだというそう思うだけでもこの件はなく結構であったまた置物の水し物を納めてある水しや それからき物、これは演奏する楽器ですが弦楽器それから吹き物は吹いて鳴らす管弦の楽器ですね宮中のクロードどころから奥出しになったものである。 大将の御勢いも意図いかめしくなりたまえにたれば夕霧も大将になってその御意もおいも大相いかめしいほどにおなりになったからして一段とこの儀式に重みが加わって 今日の作法意図異なり、今日の儀式の次第は体操格別である。恩馬、四十匹、サウの馬づかさ、六 F の官人、神より次々に引き整うるほど、馬を、ね、四十匹も F の官人たちがそれぞれこう引いて、 そししてて引き出してくるわけ神より次々に引き整うほどにその F の官人たちが身分の高い順にそれぞれに馬を引き並べて出てくるその頃彫いちょうど 日が暮れかかった